真剣勝負。各大会の優勝者には賞金30万円が贈られます。1回戦 C グループは渡辺が3大会ぶりの準決勝進出。現在ランキング2位の寺下が次回出場停止となった。続いては1回戦 D グループ。新生キラキラボーラーキモイネカナ。今シリーズは第1戦でグループ最下位、続く第2戦は出場停止で未だ0ポイントの下出だが、このところ公式戦では好成績。第3戦を前に調子を上げてきた。復調の要因を聞くと、今朝活を始めまして、毎朝6時前に起きてジムに行くようにしました。生活サイクルを変えたことでかなり調子が良くなったようで、朝活始めたことで勝手にお腹もすくし、ご飯もしっかり食べられるようになって、体調もすごい安定するようになりました。いいこと尽くしです。今朝活効果で今シリーズ初勝利を目指す北国のスーパーヒロイン大石奈央。およそ3年ぶりの P リーグ復帰となった今シリーズ、第1戦でいきなり決勝進出を果たし2位となった大石。現在10ポイントでランキングは4位、シリーズチャンピオン決定戦が狙える位置につけている。しかし今回の相手は実績十分の若手2人、公式戦も結構上位にいったりしている2人なので、ボーリングの仕上がりもいい状態の2人だから厳しいなと思ってはいるんですけど、ポイントも重ねたいので、まあ、ちょっと負けるわけにいかないなと。強豪2人を打ち破れるか。気まぐれヴィーナス大島優香。衝撃の投球を見せた前回大会1回戦、スタートから怒涛のストライクラッシュでパーフェクトまであと一歩と迫る9連続ストライクを叩き出した大島。300出したかったP リーグ自己最高スコアも279に更新。周りの方からの反響は、ゆかちゃん279点出したんだね、すごいねとか、惜しかったねとか、そんな言葉いただいて、まあ改めて本当にたくさんの方が応援してくれてるんだなと感じましたので、今日も、皆さんと一緒に戦っていきたいと思います。今回もストライクラッシュで初戦突破を目指す。Bリーグシリーズ2023第3戦、この時間は1回戦 D グループの模様をお送りしてまいります。解説は丸山隆プロです。丸山さん、どうぞよろしくお願いします。この D グループは大島優香、下出佳奈、そして大石奈央の争いとなります。まずは大島優香の第1フレームの1投目です。あっと、セブンピンが残りました。さあ、そして2番目に投げるのが下出佳奈。今日はね、やはりお客様、ファンの方がね、こう見ているというところで、選手たち本当に気合度がもうどんどん上がっていますよね。そうですよね、視線が集まるわけですからね、自分にね。大島はスペアからのスタートです。さあ、そして今シリーズから久々の参戦となって、1戦目は2位、そのあたりはさすがというのを見せました大石。この第3戦目、おっと、天秤が残ります。まあ、大石はこの P リーグでは5度優勝しています。もう実績は十分ですよね。はい、ここはスペアからのスタートとなりました。さあ、大島です。まあ、第2戦では1回戦で279を叩きました。おっと、ちょっと薄めに入りましたが、おお、7本カウント。3番、9番、10番が残ってますね、はい、難しいですよ。さあ、一方ストライクスタートの下出佳奈です。
さあ、こどうか、ここもいいところに来てダブル。いや、いいボーリングを見せます。下出からほぼ完璧なストライクボールでしたね。はい、ピンアクション良かったです。さあ、大島、ここは難しいところ、どうか。面白い面白い面白い、どうか。と天秤が残ってしまいました。さあ、大石、はい、天秤が残る。ただ投球としては今のは非常にいい投球だったんじゃないですか。自分では納得してると思うんですけどね、はい、どうか。あらー、天秤が残りました。この後ゲームは大きく動く。